宮本梁は日本のタレント、レースクイーン、グラビアモデルである、千葉県出身、イースマイル所属。愛称は、リオマル。中学時代に雑誌、ポップテンのモデルをしていたが、高校卒業後、イースマイルに入所し本格的な活動を始めた。2018年、デステーションフレッシュエンジェルズの一員として、スーパー GT のレースクイーンやスーパータイの、 公式イメージガールを務める。同年5月、同じ事務所の森園連一ノ瀬由美と共にガールズユニット、スマイリーを結成。6月には、日本レースクイーン大賞2018、新人部門特別賞に選ばれた。2019年1月26日から27日に、開催された沖縄カスタムカー賞2019では、フレーンで共働きした。 林桜と共に公式イメージガールとして出演。同年2月18日、林と共に引き続き、フレッシュエンジェルズの一員として活動することを発表。同年9月23日、産経スポーツ主催のサンスポレースクイーンアワード2019で、準グランプリに選ばれる。2020年1月10日から12日に幕張メッセで行われた東京オートサロン2020では、 スペシャルナビゲーターを担当。また動作論内で発表された日本レースクイーン大賞2019では週刊プレイボー衣装を受賞。フレーンで共働きした大田朝美に続く週刊誌タイトル獲得となった。受賞時にはプレイボー衣装のみを狙っていたことを告白。インタビューではグラビア活動への意欲を語った。2020年は2年間勤めたフレーンを卒業して、 レースクイーンの仕事から離れ、山陽物産のイメージがあるユニット、ミスマリンちゃんの9代目メンバーとして、テレビ番組、7つの海を楽しもう。世界サマーリゾートにレギュラー出演する。2021年2月9日、スーパー GT500 クラス、ウェッツ、スポーツレーシングギャルズに選ばれたことを発表。同じ事務所の安田奈々や、フレーンの同僚だった。 桐島聖子と共働きすることになった。また同年のスーパー耐久では、クレーンの先輩である、堀尾美咲や、プラチナムプロダクション所属の黒きれいなと共に、ニャンコ大戦争ガールズとして、ST、Z クラスコメッツレーシングのレースクイーンも務める。同じ事務所の中村被災、今井緑と同時受賞。ツインリンクも手際からの中継で出演。共演、大塚あ美。 白石真奈美、八木沼春奈、南誠、中村ひなたメンバー、小越ししほみ、林桜、中村ひさい、桐島聖子たメンバー、林桜、大田あさみ、一ノ瀬由美、横田利方メンバー、有馬彩香、林桜、清瀬町、今井緑、大田あさみ、小島みやび、沢すみれ、林桜、広川エレナ、みなせき雑誌動画、ありがとうございます。